前髪下ろそうかなと思ってやったらめっちゃ変な感じになった <laughs> やだーもうええや <laughs> こんばんは そう、今日も稽古でした。うん。こんばんは。ええ、あと一時間でお誕生日です。おめでとうございます。や。 そうちょっとだけね配信しようと思ってそんな余裕はあるわけではないけどちょっとやろうかなと思ってこんばんは <laughs> えうしいどんどんモデルさんっぽくなっうしい言う言葉ちょっと待ってうし え、失礼しました。迷子みたいにきた。あ。<laughs> そう、一回投稿したねんけど。そう、あかんかったっぽくて。一回消して。髪の毛いい色、うせやん。色落ちちゃう。最近染めに行ってないあ、大丈夫。めちゃくちゃ見でそうやった。 絶対花粉症やな、これ。花粉症だ。うんー、ほんまに、うわ。三十日の写メ会で、ええー、ほんまに。ちょっとさ、めっちゃ、そうなんよ。ごめんな、そう投稿し。したのはしたものの。 ぽいみたいなきっていう連絡が来てうわあかんのかと思って一回消して、まあ、また投稿したらいいんやけどちょっといやーってなんて思ったそうなのよしメめ会も初でめっちゃ迷ってるえどう思う握手会の時に前髪を下ろすかなしかしメめ会でも迷ってるんです ありかなしかどっちがいいんやろうと思いながら「こんばんは」ただやっぱないのって楽やなめっちゃ思うなんかだからついついさ前髪なしにしてしまうああ そうじゃほんとはな分によってな下ろしたりさなしにしてもとかしたいねんけどそんな器用なことが私できなくて <laughs> 絶対な固めちゃうんよなんかめっちゃ迷う本当は変えたいけどうん 迷うねそうやんなでもコンサートでは前髪なくしそう5月の前髪コンサートの時リクワワの時なくしそうやなーって最近ね気づいたら3時なんですそうなんか私のねあの家の中で覚えるスペース っていうところがあるんですけど台所やねんけど台所でそのそう深夜に一人でボソボソ言って覚えてんねんけどそのセリフをね覚えてんねんけどあのー、あれ気づいたらさえ3時やんみたいな2時やんとかで。 うー頑張って5時起きふわーそれはな学校からの方は早起きやもんなこ、うんばんはそうなのよそう座ったらだらけてしまうから立って覚えてますいつも。 ななんかな座ったらすごい入らへんくてだって覚えてるうんあそうオンラインあると思うんやけどなまだ出てないか分からへんけどうん <laughs> こんにちはな動いてる方が覚えやすいよなそうだからあんじュ学生の頃とか逆立ちしながら覚えてたえー、やっぱそんなもんなんかなうろうろしながら覚える方もおるよな一緒や うろうろせえへんかもしれへんけどたって覚えてるわごめんそう床に覚えるプリントを置いて逆立ちして覚えてたうん 十一時半までしますね、配信。アンジェと写メ撮りたいなと思ってます。うわー、お待ちしてます。多分な。明日なんです、受付が。ねー、お待ちしてます。でも確かに、多分ね、私思った、前髪切っても。 横にするってことは前髪レアやと思うねん <laughs> あの残すっていう意味ではだからシャメかいもしかしたら前髪ありにしてしまいそうちょっと器用にできるように頑張ってみるけどえっせえへんかったなんかさ聞いたことあって逆立ちした方がいいでみたいなえそうそれであっ書とこう。 ん誰から聞いたやろうなこんばんは 待ってるぜよ。こんばんは。またお綺麗になられてて、うそよ。なんで、何もしてないのに。<laughs> なんか変えたのかな。前髪しか変えてないか。わからへん。あ、なんか変。<laughs> なんでやろう。嬉しい。でも、ありがとうございます。こんばんは。あ、かもはちょっと。変に前髪作ろうと思ってさ。 オイルつけてしまったばかりに <laughs> こんばんはねえ楽しみ <laughs> にじみ出てるからで <laughs> うんよかったなんかねうわどっちなんやろうと思ってでもちょっと雰囲気を変えたいなと思って使っ作ってみたけど前髪すぐどけてもた <laughs> 超演じる嬉しいん <laughs> あ、ほんままに見てくれましたそう私のねファンクラブの動画に「ほんまにサンキュー」の一人で歌ってる動画をあげたんですめっちゃねちょっとところどころふざけてますが <laughs> 舞台の練習はおとといから多分始まった。 んうそやんアンジュが演技するのじわるってじわるらしいわうん <laughs> しゃめかいポーズが毎日可愛くなりすぎきえから今日がいつもいつもうわーめっちゃ嬉しい言葉なんかなんかすごいなんか毎日一言ずん一つの言葉を覚えていってるから その時が一番みたいなこと言われてるみたい <laughs> 嬉しいありがとうございます <laughs> ね舞台のチケットいつ販売なんやろな話も全然わからなくてあの何日に公演とかは出ててんけどいつから発売なんやろね結構さギリギリやったやんかあの詳細が出るのが いい、えーえー、ボトルあそれは大変ネイルしてたら思いっきりあら <laughs> そうなんです菜々穂さんと今日ねお会いしたんですその舞台の稽古が始まって菜々穂さんに。 なんかめっちゃいい匂いって言われた、嬉しかった。<laughs> なんか、ねー、嬉しかった。久々にお会いできて。今回一緒に。<laughs> エモいのね、<laughs> ええー、なんかね。やっぱすごいなあと思っ、思いながら。 あほんまにありがとうございます。ねえ結構ギリギリやなこんばんは。寝るあ載せてたやつか。あれねともともなんですほんまに。のツイッターで載せてたやつ。人気です今日も。ああありがとうございます。コンサートオンライン配信予定でって書いて。 るらしいからあるわ。たぶん。そうやねん。<laughs> なんてすうやさしい。<laughs> ね、あ、上も、上まで、届いていた。とどどついたって。といた。 うん本当ですか今日ねちょっとね写真撮りたいって言おうと思ったんですけどちょっと言えなかったから今度写真撮ります喋りかけてね現地に行けない方でもオンラインならうん <laughs> 何時の写真人に見せるとみんな自分 <laughs> え、本当ですかえ、嬉しいねんけどそれ <laughs> 嬉しいねんけどそれ誰やねえよくさあの、あんまりさアイドルっぽくないって言われるんよ難しい、何がアイドルっぽくてアイドルっぽくないのかが分からへん状態やけど えー、そうかぶっちゃうけどリハ期間とそのコンサートのリハ期間と舞台の稽古期間が、ね、頑張るわ <laughs> えう、ー、嬉しいうーん レイのアンデちゃんめっちゃ嬉しいありがとうございます。うん確かにね。うん体調は気をつけますありがとうございます。が十五分経過したっててことはあと十五分ぐらいあの二十三時半になったら終わります。 うん。<laughs> あ、十キ分ありがとうございます。あと十分ぐらいしたら二十五分になったらランキング読みます。<laughs> ねえ。もうほんまにさ毎回ね思うんです。あの朝早くにあマナビアンズという存在がアイドルあ,ありがとうございます。あ出てきた毎回。<laughs> ねえ。 早く起きてとツイートしようと思うねんけどだいたい起きたら10時でで気づいたら12時であもう12時やったらとか思ったらできずで明日は頑張って起きようとしてるあえ、らしいですね,ね明日と明後日が雨らしいんですお気をつけてみんな暗示も傘持って行きます今日はね そうお母さんに「5時から雨降るから、えー、傘持ってる方がいいで」って言われてそうだから折りたたみ傘を持っていって無事させましたえー、ほんまにお昼休み見てくれるみんな。<laughs> そうなんかね思ったんです私が学生の頃を考えるとやっぱり朝かその全部授業が終わっての夕方しか見れないじゃないですか携帯を。って思ったら「今お昼ツイートしてもな」って最近思っちゃってそう。うわー嬉しいわ。 うわ、さすが、晴男やから、み、みませんでした。すごい、すごい、さすがや、それは。マシになるんか、雨って花粉。へあ。昨日ね、四月四日じゃ。四月四日、昨日、そうや。そう。何の話、ああ、そう,そうそうそう。あのー。 スタバに行ったんです <laughs> 昨日ねそしたら当たりのレシートってご存知ですか皆さんなんか長いねスタバでそのドリンクを買った時にレシートが出てくるんですその当たりのレシートがたまにありまして昨日当たったんですもう嬉しくて嬉しくてそうトールサイズがね アン,ケにアンケートに答えて1個プレゼントっていうものがあるんですけど私ねこれね今回で4回回で目か3回目かなんですもう本当に嬉しくてもう早速今日飲んできました <laughs> でアンケートに答えたらトールサイズのドリンク1つむるあのプレゼントでいただけるんです そう昨日は4月4日幸せの日だから早速今日飲んできましたえー、スヌーピーの飲んだアンジュもね今日あれもう一回飲んでんけどあのブレーベミルクに変えたら美味しかった多分アンジュ甘いドリンク好きなんやろな <laughs> 変えたら美味しかったです そうねそうなんですメロンがね発売もされるしなんで絶対飲むメロン去年美味しかったもんね去年よりもなんか果汁果汁なんか果肉かが1.8倍みたいな見たスタバのワッフル食べた あアフルのんのんワッフルのん食べたあーワッフルね美味しいよなねえそうなんですねえスヌーピーおしいよなあーそんなこと言ったらなんか変な感じになるねスヌーピーとコラボしてるドリンク美味しかったよなうん あーほんまにメロンのえいちごってさいつぐらいやったっけまだもうちょい先かメロンの次かアンジきれになったねって嬉しいですありがとうございますもう私は日に日に綺麗になることが目標です <laughs> 綺麗になるのを更新できるようにイチはまだ先かなるほどねあ、25分わありがとうございますじゃあそろそろランキングを読みたいと思います13位の方から行きます13位の方、商売さんありがとうございます12位の方、裕次郎さんありがとうございます11位の方、ふみさんありがとうございます 10位の方。鶴まぶるーみまたおさん久しぶりありがとうございます。9位の方。ファントムさんありがとうございます。8位の方。かずまゆうげさんありがとうございます。7位の方。タマヒオさんありがとうございます。6位の方。ヤスべいさん。ありがとうございます。5位の方。たい吉さん。ありがとうございます。4位の方。キュウキュウイさん。ありがとうございます。3位の方。べべちゃんべべちゃんありがとうございますありがとう 2位の方村人 T さんありがとうございます村人 T さんありがとう1位の方しんちゃんしんちゃんありがとうねありがとうございました皆さん本当にね少しのお時間でしたが来てくださりありがとうございましたちょっと30分になったら教えてほしいなって思っております <laughs> <laughs> ね、次いつ配信できるか分からへんけどできそうなら配信しようと思いますもうモバメは維持でも送ろうっていう最近意識しておりますのでちょっと何時に届くか分かりませんがお待ちいただけると嬉しいなってね最近やっぱり会えてないからね久々に配信できてよかった。 うんそろそろかな30分 <laughs> うんねあ二27分はまだあと3分あるわねえねえ公園も出たいね そんねえ1曲追加されましたもんね M の公演に「存在してない愛し合ったことも分からへんまだな歌詞覚えてないから <laughs> ね二人あったの時間もうやったけんまあいいや <laughs> また出るってなったら覚えます いい曲ですよね本当にあ声出しまだいけてないうーわそれはアンジュが出る公演の時までうん時までというかねもし私が出る公演の時に来てくださったら「アンジュって言ってくれると嬉しいなってね早く出たい ね、お休み。あ、ほんまに。ね。にん。何事ん、ありがとうございます。ええ。ありがとうございます。お洋服ね、本当に。好きなお洋服です。 うん、頑張ります。ありがとうございます。くんない、おやすみ。ごきげんよう。色白になった、多分白い服着てるからやと思う、白ではないけど。ありがとうございました。では、また。またね。ありがとうございました。おやすみ。またね。バイバイ。